テーブルターニングの風景コックリさんとは西洋のテーブルターニングに起源を持つ占いの一種。机に乗せた人の手が一人でに動く現象は心霊現象だと古くから信じられていた。科学的には意識に関係なく体が動くオートマティスムの一種と見られている。コックリさんと呼ばれるようになったものは日本で19世紀末から流行したものだが、 これは、ウィジャボードという名前の製品が発売されたりした、海外での流行と、同時期で外国繊維を通して伝わったという話がある。日本では通常、狐の霊を呼び出す行為と信じられており、そのため、こっくりさんの字が当てられることがある。机の上に、はい、いいえ、鳥居、男、女、0から9までの数字、50音表を記入した紙を置き、 その紙の上に効果を置いて参加者全員の人差し指を添えていく。全員が力を抜いて、コックリさん、コックリさん、おいでください。と呼びかけると効果が動く。コックリさんと呼ばず、エンジェルさんなどと呼びかえるバリエーションも存在する。これも同じ効果だと言われている。その起源は明確ではないが、レオナルド・ダ・ヴィンチが実著において、 テーブルターニングと同種の検証に言及しているので、15世紀のヨーロッパではすでに行われていたとも推測される。西洋で流行したテーブルターニングとは、数人がテーブルを囲み、手を乗せる。やがてテーブルが一人でに傾いたり、移動したりする。出席者の中の霊能力がある人を霊媒として、開始、あの世の霊の意思が表明されると考えられた。また、 例の働きでアルファベットなどを記した板の文字を指さすことにより、例との会話を行うという試みがなされた。井上遠良によると、日本においては、1884年に伊豆半島下田沖に漂着したアメリカの船員が自国で大流行していたテーブルターニングを地元の住民に見せたことをきっかけに、各地の港経由で日本でも流行するようになったという。 この類の板を刺す、現代の後ウィジャボードは、もともとは1880年代頃に発売された製品の商標に由来し、その発売時期とほぼ同じ頃である。当時の日本にはテーブルが普及していなかったので、代わりにお筆を3本の竹で支える、形のものを作って行った。お筆を用いた机が、こっくり、こっくりと傾く様子から、こっくりや、 コックリさんと呼ぶようになり、やがて、コックリに、キツネ、犬、タヌキの文字を当て、コックリと書くようになったという。また、コークリさん、お狐さんとも呼ばれる。1970年代には、角田二郎の漫画、後ろの百太郎の作中で、コックリさんが紹介され、少年少女を中心としたブームになったこともある。子供たちが学校などで、 面白半分に行うケースが多発し、その時代を知る人々は、絶対にやらないようにと強く警告を発している。ケースも多々見られる。生徒への精神的な影響もあり、教師が保護者を含めて厳重注意することもしばしばある。韓国でもコックリさんは、分身者場と呼ばれ、主に子供の世代に浸透している。朝鮮半島のコックリさんは、日本の統治時代に、 日本で流行したコックリさんが朝鮮に流入し始まったとみられる。台湾ではこれを、線と呼び、新聞の上に皿を乗せる形で行われる。コックリさんの起源であるテーブルターニングについては、大流行していた1800年代から著名な科学者たちが、その現象の解明に取り組んだ。1853年には、プロイセンの数学者、カール・フリードリ・ヒガウスやイギリスの科学者、 マイケル・ファラデーが実験的検討を試みた。参加者の潜在意識が反映され、無自覚に指が効果を動かすという説。ファラデーや井上遠梁、フランスの科学者、エム・シュブ・ルールなどはこの説を取った。森田正岳は参加者が例に憑依されたと自己暗示にかかるとの見方を示した。複数人に同様な症状が起きる感応性心病の発生もよく知られる。 テレビ番組の匿名リサーチ 200X が小学生を対象とした検証を行った際、信じている人の班だけが動き、信じていない人の班は止まったままだった。さらに、日本の首都や人気野球選手の背番号といった質問では10円玉が正当を指し示したが、簡単な英語での質問や過去のアメリカ大統領名など、本人たちの知識を超えた問いかけには、 紙の上を瞑想するだけだった。また、被験者の小学生にアイマークレコーダーを装着させ、視線の動きを観察したところ、質問を聞いた際、十円玉の動きに先行して、回答となる5区の文字を目で追っていた。潜在意識説と合わせて、深く筋道にもよるとされる。効果に指を添える体勢を取り続ける際にどうしても、わずかに腕が動いてしまう。同じ姿勢を取り続けると、 あっという間に筋肉が疲労するため、不覚筋動が起こる。それらの力が集中し、コインが動くと、今度は動いた方向へ力を入れて、動かそうとする意識が完全に働くというものである。上記のテレビ番組で解説した、理学博士の板倉清信は、不覚筋動と潜在意識の混合で、コックリさんの動きが起きるとの説を取った。井上遠良は普及当時から研究に取り組み、 世人のこれを信ずるゆえんを明らかにしたるをもって、ここにその通りを述べて、いささか愚民に悟すところはラントスとして、妖怪、現断を記した。その中で、コックリに向かって、答えを得るは、極めて単純なることか、または一般に関することに限り、その複雑、または細密のことに至りては、コックリの応答を得ることが多し。例えば、コックリに向かって、明日は、 雨か晴れかを尋ねるときは、その応答を得べきも、何時何分より、雨降り、何時何分に風起こるかを尋ねるも、決してその応答を奪べからず。これまた、こっくりは、鬼心のなすところにあらざる一生なり。と、良き行こうと、不覚筋道が原因であると結論付けた。ありがとうございます。